チャンネルの時間です。楽しい時間が止まりました。さあ今回、奥大輔プレゼンツ宮古島スマイルプロジェクト2021ということで、このメンバーに来ていただきました。まず、ななみきました。はい、お願いします。バンドリュウジ、おめでとう。おめでとうではないです、奥チャンネルですね。すごい、ケイスケ。どうも。YouTuber すごい、ナミコ。今回、ななみさん持ち込み企画ということで MC で回していただきますので、はい、よろしくお願いします。みんなで邪魔は終わったのね。はい、邪魔は。ななみさんって言ってんすか、そもそも。ななみさんって、もうなっちゃうんで。いや、もうそんなも普通にいいですけど。このファンも YouTube、YouTuber としていろいろ出してますよね。全然思うんだよ。今日はもう企画を2つ持ち込みました。はい、まずその第一として、はい、カルト Q。カルト Q。クイズ番組の主体だと。おー、いいですね。サッカー選手がサッカー選手に問題を出すって、なかなかね、中で、カルト Q ということで、やっていきたいと思います。はい。で、ジャンル Q、本当にみんな知らないからね、これ。みんな知らないです。みんな知らないから、ななみさんしか知らない。なっちゃんが。ジャンルに聞かれます。まず一つは、皆さん、スケッチブックをやるんですね。はい。はい。書き問題がありまして。はい。その後に、ちょっとこういうのありますよね。ありますね。じゃあ、そっちじゃなくて、そっちです。こっち。ピポンの。ピポン。早押し問題ありました。おー、早押し。そして、今日下のが始めた、丸×丸×ね。問題がある。はい。この3種類にあるします。はい。はい。これどうします？まあ、僕の指導でもうやっちゃっていいですか？もう、それはもう、それはもう。あります、ね。師匠、やってください。プロデューサー。じゃあ早速、最初は書き問題なんですけど、はい、スケッチブックとマジックを用意して、はい、ありがとうございます。1993年、2年初年度、年間順位、最下位のクラブは、はい、どうぞお書きください。最下位ですか、簡単ですか？皆さん書き終えたら、熱中症待ってる、何これ。ちなみに、中学校2年生。そう、俺たち中学校2年生。高校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 2高2だな、俺95年にやるんだ。高2だ。高2で、小6小6小6や小6小6は覚えてないから。書きましたか。いや、ちょっと待って俺わかんない。なんでそんな簡単か。そんな、結構早くポンポンいって問題いっぱいあるんすか。いや、あるよ。誰だと思ってんの。いや、まずは誰だと思ってるんですか。皆さん、一斉にお出しください。はい、どうぞ。はい。つられ。おお。はい、A リーグ史上一番多く2位を獲得した。これなんかいきなり難しいなってのね。いや、もうこれ27年ってことですね。ちょっと27、そうですね。20、今年28年目やから。じゃあ一斉にお答えください。はい、どうぞ。鹿島アントラーズ、川崎フロンターレ、お名前を呼ばれます。ガンバ大阪、鹿島アントラーズ。はい、正解はガーレッジでした。そうだ。大残念。めくりますか。大残念。あれ、まあ、ちょっときっかけ的なね、日本の歴代 J リーガーディフェンス部門で、かっこ J1300 試合以上ですよね、一番イエローカードが少なかった選手は誰。多分違うと思う。鶴は何本で出るの、ちなみに。J リーグは300。じゃあ、入ってるやん、トミネス。どうすか、その選手は。元日本代表選手。ああ、いいね、元日本代表。あれ、徳さん何試合目でですか。349。おお、なんか310ぐらい。おお、それはね、僕404。あ、出てる。400。徳さんは知らない。
じゃあ皆さん一斉に、はい、答えどうぞ。中田裕二、中田裕二、中田裕二、すごい中田裕二。ああ、あら、え、1シーズンでアベックゴールナンバーワンコンビ、あ、え、アシストゴールって組み合わせ、違います、ゴールゴールね、ゴールゴー ゴール。ちなみに、ちなみに、うん、別にフォワード同士じゃない可能性もありますよ、うん、やべ、それトップスタートのフォワードあれ、あいつの名前なんだろう、今のところ皆さん1ポイントですね。そうだね、いきなり2本目から難しいなりすぎやろ。これなんかさ、なんか出す前に一人一人なんか聞いていたりとかしないですか、そういうクイズ。尺がしてるまだ結構尺がね、誰だと思ってる、尺も計算できるお前何だと思ってるえこの話した時に、うん、もう俺に任せとけよ。いや、もうそれだったら、すごいな。皆さん、できましたか？はい、すごい。何回か。はい。で、一斉に、はい、オープン。はい。西川森島。あ、あるよ。これはあると思うよ。これはあると思うよ。ゴン、だから、ゴン、藤田としてて。ああ、そっち？あ、そっち？ああ、そうです。高さん一緒に。正解は、気が緩むっていうのもあるだろうし、まあ、入りました。
はい、開けましたね。さあ、一斉にどうぞ。イタリア、ブラジル、ドイツ、フランス。イタリア、ドイツ、フランス、アルゼンチン。フランス、イタリア、ブラジル、ドイツ。フランス、ドイツ、ロシア、ブラジル。イタリア、フランス、ドイツ、スペイン。あー、皆さんね、ロシアはないでしょ。1カ国出てない。正解はポルトガルか。もうこれ一番真新しいですよ。ロシアワールドカップのベスト4だそれで答え2018年ロシアワールドカップのベスト4の時に全て答え優勝した国はまず分かる。さすがにいやこれだってやっぱちなみにドイツはグループステージ敗退なんで、ね、そうですね。それが違うし、ちなみにヒントですよ、もうこんなもん。OK ですか？はい、はい、じゃあ、オープン。フランス、アルゼンチン、ベルギー、ブラジル。フランス、クロアチア、ベルギー、ブラジルか。ロシア、ブラジル、ベルギー、ブラジル。オランダ、ブラジル、アルゼンチン、デンマーク。オランダ、オランダ、オランダ、10年。佐藤君もいいですか？優勝国だけないと思っていいですか？確かに、ないです。まさかの優勝国がないと。正解は、フランスや。フランス、クロアチア、イングランドか。フランスが勝ったか。ワールドカップで連覇したことのある国が2カ国あります。どこと、どこ連覇。ワールドカップで連覇したことのある国はどこと、どこ連覇に、連覇に限る。まあ1個はね、多分イージーに出てると思うんですよね。ヒントとしたらね。書きました。はい、皆さん回答をお答えください。ブラジル、イングランド、ブラジル、イタリア、ブラジル、ドイツ、ブラジル、ウルグアイ、ブラジル、スペイン。正解は、イエーイ。ブラジル、イタリア。それはサッカーといえばブラジル、イタリアやん。やっぱワールドカップに一度だけ出場したことがあるアジアの国を3カ国あげる。3カ国、正解は6カ国ある。6カ国中3カ国かと言われる。一度だけしか出たことのない国を3カ国かと言われる。でもじゃあ5カ国入ってるんですか。別に。ああ、選んでこれ。タブじゃなくていいな。ワールドカップに一度だけ出場したことのあるアジアの国は3個しか書けない。3個しか書けないとしましょう。それは必ず5個書いてもさ、でも1個でも間違ってたらそれは間違いになるから、書いてもいいけど間違う可能性もあるし。どっち立てるな。いやちょっと紙したく。まあヒント、中東エリアが4カ国、うん、東南アジアが1カ国、北東が1カ国。このダッツはいいですよ。出た。ダッツはいいですよ。出た。ダッツはいいですよ。その一番下が最高でしょ、それ。あ、4カ国会議としましょう。いや、もう3つって言ってるから、よかった。
ス1ポイント、スタートが3ポイント。次は丸バック問題。皆さん、ボルトバックの札ありますか？はい。札を瞬時に上げていただいて、瞬時に。まあ、これはちょっと遠くから。なるほどね。二択ですか？いきますよ。はい。七海宏がプロ野球ジャイアンツで一番好きな選手は松井秀喜だ。あれかますか？これちょっと待ってくださいよ。まあ出しますけど、どっかで言ってるんですか？言ってます。ああ、言ってるんですか？そう、どこで言ってる？はい、言ってるんですね。全員丸ということで。これ、これ、あの、正解は篠塚、やっぱりそうした。篠塚かと思ってたよ。篠塚、ああこれ篠塚よね。そうあのセカンドの篠塚だ。というか松井が、ちなみに僕は第3位 で第2位はこれがこれからの勝負にご紹介していただく高橋由伸。吉野か、何でしょう。独特の本当に回した有名な篠塚がちょっと立つのがゆっくり出してる。なんでゆっくり出してる。これ誰かますか。ホイントリマーシャンか。あとでまたつか説明して。なるほど。もう本当俺だよ、分からなかった。あれだもんね。はい、カウンターの俺が勝手以外一斉に動画。これは篠塚じゃない。じゃあこれも違うと思う。あとはバツ。よっしゃー。何でも正解は新聞動画。今そこの方が。ちなみに、はい、2つの川ではボイトリマーシャン、はい、この由来をちょっと簡単に説明していただけますか？鯉をね、生の鯉を、うん、野生の、うんうん、あれを川に入って、はい、裸で、うん、スポンポンで入っていって鯉をこう抱きながら取って、うん、で、それを食べる。それがコイトリマーシャン。魚の取り方、本当にある漁法。マーシャンは何なんですか？マーシャン10、おっちゃん。おっちゃん、おっちゃん。福井市出身の愛媛県新居浜市ですが、お笑い芸人、ゲンギョラのノッチさん、まあこのね、宮古島でスパイプロジェクト、我々どうぞね、この参加していただいてもするんですけど、ノッチさんと同じ出身地が丸川町。これは福井市以外の方がいます。これはもう福井さんの顔もちょっと見て。これは丸やこれは丸やめちゃいましょう。丸丸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 。それあれですか、福ちゃんから出てるんですか？出てない。それはあかんじゃないですか。まあね、そういうイエス、イエス、イエス、福ちゃんから出てる。そういうことだ。そういうのある。そういうのある。ダメですね、それはね。けーれっ。今年日本サッカー協会が100周年を迎えますと、会長の田島幸三氏、田島さんは、第14代目会長である。丸川さん、一斉にどうぞ。丸やとか正解は、はい、やっしゃー。2021 J リーグマスコット総選挙の第2位は横浜F・マリノスのマリノスケである。丸川さん、2位とかって21です。はい、丸川さん、はい、せーの、まるまるまつ。これは自信あります。自信あります。やります。はい。まるです。よろしくお願いします。サイン知りません。ということで、はいはい。ということで、はい。前半戦終了です。ああ、なるほど。はい。前半戦の優勝者じゃん。今の途中経過を報告します。福井市5ポイント、はい、バンド8ポイント、ありがとうございます。すごい、4ポイント、タツ4ポイント、佐藤5ポイント。まあまあ、完成じゃないですか。そうだね、確かに。じゃあ、前半戦これで終了です。チャンネル登録、いいね、皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。